お待たせいたしました。市民球場です。北海道日本ハムファイターズ対横浜 DeNA ベイスターズ、この試合の模様をお送りいたします。ファイターズの先発は右の柿木、対するベイスターズの先発は右の京山、この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなくプレイボールです。ファイターズピッチャーを交代します。石川降板、マウンド上は根本、今日3人目のピッチャーとして登板です。どういった立ち上がりを見せるか。ベイスターズこの回は上位打線から始まります。トップバッターは宮本、今日はここまで3打数1安打。投げた、打ちました、抜けた、宮本ナイスバッティングです。バッターは3番細川、まずは一塁牽制、タッチセーフ。第9投げた、打ちました、あっと引っ掛けた、これは内野フライ、掴みました。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。第9投げた、初球空振り、タイミング合いません。第2球投げました、スクリューはボール。投球はこれから3球目、投球ストライク、キャッチャー二塁送球、タッチはアウト、盗塁を阻止しました。投げました、アウトコース低め、外れてボール。インコース詰まった、フラフラっと上がった、根本落下点に入った、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。8回の表が終わって9対3ファイターズ、6点リードは変わりません。さあ、いよいよ最終回、先頭バッターは小深田、今日はここまで3打数ノーヒット2三振。投げました、打ったんやったりだ、クリーンヒット。小深田いいバッティングを見せました。バッターは6番伊藤、今日はここまで3打数1安打1三振。投げました、スライダー見送ってストライク。投げました、アウトロー際どい球、ボール。投げた、打った、流し打ち、切れていきます、ファール。第5球投げた、空振り三振。バッターは DH の山下。第9投げた、1球目ストレート空振り、タイミング合いません。投げた、打ちました、ナンバー下がっていった、ヒット、センター前ヒットになった。山下ナイスバッティングです。ピンチを広げてしまいました。さあ、バッテリーここは踏ん張りどころ。投げた、内角低め、外れてボール。投げました、ストライク。投球は3球目、投げました、完全に外れた、ボール。第4球を投げました、4球目空振り。さあ、投球は5球目、スライダーボール。投球はこれから6球目、膝元へズバッと決まって見逃し三振。9番レフト音坂。第9投げました、初球空振り、少し迷ったか。第2球投げました、ボール。第3球インコースボール。次は4球目、投げた、インロー空振り。さあ、いよいよあと1球、投げた、見逃し三振。またファイターズ大差で勝利しました。北海道日本ハムファイターズの勝利です。本日の勝利投手は柿木、敗戦投手京山でした。さて、本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。お送り